アのデモンストレーション、フィギュアスケートのデモンストレーション、まずは滑ってくれてるのが平岡美鈴ちゃん、中学2年生です。最終ポイントですけれども、この後紹介をします。準備がございますので、ただいまさん、中学の方は紫の青年賞で今踊ってくれてるのがスピンですね。ワンフットスピンを行ってます。平岡美鈴ちゃん、中学2年生です。拍手ありがとう。素晴らしい、綺麗ですね。はい、拍手。さあ、このフィギュアスケートの方も、ローラースケートのフィギュアの方もね、世界大会まで行われているの皆さんご存知でしょうか。さあ、今日は広いリンクを使って準備します。さあ、フィギュアスケートのデモンストレーション、2人目の演技者は岩方理恵子さん。全日本大会なんと7連覇の彼女です。さあ、皆さん、普段見てるね、アイススケートのフィギュアスケートと違って、ローラースケートは靴がとにかく重い。だからね、アイスのようにあんまりピュピュは飛べないんです。今彼女は到達、すごいですね。あれが本当に素晴らしい技術なんです。さすが、全日本7連覇の技術を見せてくれてます、岩方理恵子さん。綺麗ですね。ワンフットで綺麗に華麗に回っております。ありがとうございました。